河合孝則君。国民民主党新緑風会の河合孝則です。会派を代表して政策評価等年次報告に関して質問します。冒頭、能登半島地震の被災地復旧に向けて不足しているボランティアの受け入れ体制を速やかに整備支援する必要性についての認識を問います。能登半島地震によってお亡くなりになった方、その後震災関連死と認定された方の数が熊本地震での死者数を上回りました。能登半島地震でお亡くなりになった方々に心から哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。すでに発災から約半年が経過していますが、いまだ被災地の多くは復旧のめどが立っておらず、現在進行中の災害であることを私たちは再認識する必要があります。速やかな復旧を図る上でボランティアの協力は欠かせませんが、地理的な事情や宿泊施設不足などの理由により、発災当初から現在に至るまで、慢性的なボランティア不足に陥っています。ボランティア支援を被災自治体任せにするのではなく、政府としてボランティア用宿泊施設や移動手段の確保など、自治体と連携して積極的に支援すべきと考えますが、防災担当大臣の見解を求めます。定額減税に対する世間の評価について認識を問います。政府肝煎りの定額減税がいよいよ始まりましたが、各種世論調査によると、評価しない、あまり評価しないが6割前後と、すこぶる低い数字が出ています。普通減税するといえば、納税者は好意的に評価するものですが、これほどまでに評価が低い理由はなぜだと分析しているのか、財務大臣の見解を伺います。定額減税の政策効果について質問します。政府は6月に定額減税を行う理由について、春季労使交渉による賃上げや賞与の時期に減税を合わせることで、所得の伸びが物価の上昇を上回る環境を確実に作り、目に見える形で達成できるとしていましたが、足元の実質可処分所得の増減率は、賃上げ後でもなお 2.6% のマイナスとなっております。また、いわゆる異次元の少子化対策の名のもと、1兆円の財源を捻出するため、健康保険料の負担増が控えているほか、2027年には法人税、所得税、タバコ税の引き上げが予定されている中、たった一度っきりの定額減税によって、消費者の財布の紐が緩むとは到底考えられません。政府は今回の定額減税による景気底上げ効果を一体どのように見込んでいるのか。財務大臣および経済産業大臣の見解を求めます。毎年の年末調整や確定申告で減税額を一度に差し引いたり、対象者を絞って一律に給付したりする方がシンプルで、また手間も減らせるにもかかわらず、毎年12月末までの1年間の所得が対象となる所得税での減税を6月に行いました。また住民税減税は6月に一旦住民税をゼロにした上で、住民税の支払い予定額から1万円引いた額を7月から翌年5月までの11ヶ月間に分割して徴収するという面倒極まりない方法で減税することとしました。その結果、企業を中心に自治体にもシステム改修や事務作業に膨大な費用と負担を強いる形となり、不満の声が高まっています。この不可解な定額減税をめぐっては、各界の有識者からも、政策の費用対効果を検証する必要性について指摘する声が上がっています。今回、4万円を減税するために、一体どれだけのコストがかかったのかを確認の上、国会に報告すべきと考えますが、財務大臣および総務大臣の認識を伺います。また、これまでの政府答弁では、定額減税の実施にあたり、行動経済学の観点からとして、給与明細に減税額の記載を義務付けましたが、今回、
減税対象から外れる方々は、6月に一旦減税された上で、年末調整や確定申告時に減税分が調整されることとなります。こういった方々は、そもそも減税対象ではないのに、給与明細に減税と記載されているわけですから、年末調整の折には、給与明細に増税理由を記載すべきと考えますが、財務大臣の見解を求めます。また、打足ながら、行動経済学の重要な概念であるナッジ理論とは、人間の行動を分析して、小さなきっかけで人々の意思決定に影響を与えることで、反発を招くことなく、そっと行動変容を促す手法です。今回のように、減税額の給与明細への記載を義務化してまで、あからさまに減税額を宣伝している今回の定額減税は、とても行動経済学の理論にのっとったものとは言えないということは指摘しておきます。給付付き税額控除を導入する必要性について認識を問います。給付付き税額控除を導入する上での最大の課題は、正確な所得の把握ですが、2016年のマイナンバー導入によって、すでに正確な所得把握の条件は整っているといえます。一方、会計検査院の調査によると、地方自治体におけるマイナンバー情報連携は未だ十分に活用されておらず、特に税金の減免などに関わる485の手続きは全く使われていない実態が明らかになっています。もし給付付き税額控除の仕組みが導入されていれば、今回の定額減税や給付も一貫性を持って実施できた上、減税や給付の事務作業にこれほど煩わされることがなかったのは明らかです。機動的かつ効果的な政策を実施するため、マイナンバーの活用による給付付き税額控除の導入を本格的に検討すべきと考えますが、財務大臣の見解を求めます。燃料油価格激変緩和対策補助金の出口戦略について質問します。令和4年1月に始まった同補助金は、令和5年1月に始まった電気・ガス補助金で措置された予算を合わせると、予算額はすでに10兆円を超えています。しかも今回の燃料油への補助金の延長は、期限すら設けられておらず、今後の対応が不透明で、斉藤経済産業大臣も、いつまでも続けるものではないと指摘しておられます。一方、企業や消費者は、高止まりする燃料価格に家計を圧迫される中、燃料価格政策の先行きに不安を感じており、このことが消費行動にも悪影響を及ぼしています。燃料油価格激変緩和対策補助金の出口戦略の策定が急務と考えますが、財務大臣および経済産業大臣の見解を求めます。燃料油補助金の今後の方針について質問します。燃料油価格激変緩和対策補助金は、石油元売り各社に補助金を入れる形を取っているため、適正に小売価格に反映されていない可能性を会計検査院がすでに指摘しています。ワイズスペンディングの観点からも、出口戦略の見出せないガソリンへの補助金をだらだら継続するより、トリガー条項の凍結解除によるガソリン減税にシフトすべきと考えますが、財務大臣の見解を求めます。昨年1月に始めた電気・ガス向け補助金が5月末でそっと打ち切られました。専門家の試算によると、ガソリン補助金がなくなるより、電気・ガス補助金がなくなる方が、家計への負担は重いと指摘されています。電気・ガス補助金を打ち切った理由について、政府は国民生活や経済活動への影響を考慮したとしていますが、これでは全く説明になっていません。可処分所得の底上げが政府の最優先課題である中、家計への影響がより大きい電気・ガス代のみ、補助金を終了した理由を国民が理解できるよう、経済産業大臣はご説明ください。最後に、消費税減税の必要性について質問します。本来、物価上昇で国民生活が苦しくなったときこそ、継続的な減税を行うのが最もオーソドックスな景気刺激策であり、実際、コロナ禍の中、欧米先進国では消費税減税を行う国が相次ぎました。財務省は、一旦税率を下げると、戻せなくなくなることを恐れて、消費税減税を封印してしまっていますが、その硬直的な政策こそが、デフレを長引かせたことは、結果からも明らかであります。
30年来のデフレ経済から本格的に脱却できるかどうかの瀬戸際にある現在、消費マインドを温めることこそが最優先課題であります。期限やインフレ目標の設定を行った上で消費税減税を行うことが最も有効と考えますが、財務大臣の見解を求めて質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。松本剛明総務大臣。河合議員からご質問をいただきました。定額減税にかかるシステム改修や事務コストの検証についてお答えいたします。具体的な各自治体のシステム改修費用や事務コストについては、他の税制改正項目と一体となって対応されていることなどから、定量的に把握することは困難でありますが、個人住民税の定額減税の実施にあたっては、自治体のご意見も伺いながら、事務負担に配慮した制度設計や執行上の工夫を行ってまいりました。総務省としては、実務についてさまざまな機会を通じて、自治体の意見、実情をお伺いしてまいりたいと考えております。松村義文国務大臣。河合孝則議員のご質問にお答えいたします。被災地の復旧復興に向けたボランティアの受け入れ体制についてお尋ねがありました。今般の能登半島地震では300を超える専門ボランティア団体 NPO 等が発災直後から被災地に入り、炊き出し、避難所の運営支援、重機による作業などを実施していただいております。また家屋の片付けなどを行う一般ボランティアについては、発災当初こそ厳しい道路事情により受け入れが難しい状況にありましたが、ゴールデンウィーク前には石川県からボランティア参加の呼びかけもあり、現在では延べ11万人を超える方々、多くの方々に活動いただいております。被災地が本格的な復旧復興のフェーズに入る中、さらなるボランティアの受け入れ加速が重要です。国では現地対策本部等において、石川県や市町等と随時調整を行ってきているほか、宿泊施設の確保については、特別交付税や中小企業基盤整備機構のスキームで支援しており、実際に廃校を活用したベースキャンプの設置などが行われ、多くのボランティアが利用していただいております。また、ボランティアバスの運行、ボランティア車両の高速道路の無料化など、石川県や市町等と連携を図りながら、移動手段の確保にも取り組んできたところであります。今後とも被災地の実情に寄り添い、県、市、町と緊密な連携を図りながら、引き続き復旧復興に全力で取り組んでまいります。鈴木俊一財務大臣。河合孝則議員のご質問にお答えいたします。まず定額減税の評価についてお尋ねがありました。今般の定額減税は国民の皆さんに所得の伸びを実感していただき、デフレマインドの払拭につながっていくために行うものです。各種世論調査の結果について、逐一コメントすることは差し控えますが、定額減税については、今月からスタートしたところであり、
政府としては引き続き定額減税の趣旨等について丁寧に説明していきたいと考えています。定額減税の政策効果についてお尋ねがありました。今般の定額減税については減税規模である約 3.3 兆円の半分程度が消費に回ると見込んでいますが、このような単年度の消費刺激効果にとどまらず、賃金上昇と相まって所得の伸びが物価上昇を上回る状況を作ることでデフレマインドを払拭し、自律的な経済成長につなげることを目的としています。なお、防衛力強化や子ども・子育て政策については歳出改革をはじめとするあらゆる行財政改革の努力を行うことで財源を確保し、国民の皆さんのご負担を可能な限り抑制する形で進めることとしております。次に、定額減税のシステム改修や事務コストの検証についてお尋ねがありました。今般の定額減税をはじめ毎年の税制改正への対応については源泉徴収義務者を含めた納税者の皆さんにご対応をいただいているところですが、その際に発生する事務負担については事業者ごとに事務環境がさまざまであることから、金銭的負担や時間的コストなどを定量的網羅的に確認することは困難であると考えております。他方で今回の定額減税については事務負担を含めさまざまなご指摘があることは認識しており、財務省としてはこれらをしっかり分析をして今後の政策の立案に活用してまいりたいと考えております。年末調整の給与明細への記載についてお尋ねがありました。今般の定額減税では減税の対象外となる合計所得金額1805万円超となる見込みかどうかにかかわらず、給与所得者については6月の時点では一律に減税を行うこととしております。他方で年末の時点で減税の対象外となる所得額となることが明らかとなった場合、この減税分については基本的に確定申告において精算することとなるため、年末調整時には特段の対応は必要ないものと考えております。なお、一定の高所得者は確定申告時の精算となる点を含め定額減税については引き続き適切な周知広報を行ってまいります。給付付き税額控除についてお尋ねがありました。今般の定額減税や関連する給付はデフレマインドを払拭するきっかけとするため、一時的な措置として資産等の多寡や他の支援制度の受給状況にかかわらず一定額の減税給付を行うものであり、必ずしも給付付き税額控除の仕組みを必要とするものではないと考えております。その上で給付付き税額控除を恒久的な仕組みとして導入する場合には、生活保護などの他の低所得者支援制度との関係を整理する必要があり、またマイナンバーを活用してもなお非納税者の所得や資産の保有状況を把握することができないといった課題が考えられ、慎重な検討が必要であると考えております。燃料油の激変緩和措置の出口戦略についてお尋ねがありました。燃料油の激変緩和措置については脱炭素に向けた国際的な潮流も踏まえ、いつまでも続けるべきものではないと考えており、可能な限り丁寧に状況を見定めながら出口を見据えた検討を進めていくことが重要であると考えております。その上で燃料価格を含む足元の物価上昇への対応としては、引き続き賃上げ促進や省力化投資への支援、価格転嫁対策の強化などに取り組んでまいります。トリガー条項についてお尋ねがありました。トリガー条項については自由民主党、公明党、国民民主党の3党協議の
取りまとめ文書において、補助金と異なり、揮発油税などがかかっていない重油、灯油について対応することができないこと、発動時、終了時の大幅な価格変動により、買い控えや駆け込みが生じ、配送の乱れや品不足など、現場に与える影響が大きいこと、ガソリンスタンドと元売りの顧客対応を含めた事務負担が大きいことなど、さまざまな課題が指摘され、その凍結解除にあたっては、まずはこれらの課題が解決されることが前提となっているものと承知をしております。最後に、消費減税についてお尋ねがありました。消費税については、年々増加する社会保障給付費を支える重要な財源と位置づけられており、その引き下げを行うことは適当ではないと考えております。その上で、物価上昇が続く中で、消費を喚起し、デフレ脱却を実現するためには、長年低迷を続けてきた賃金水準を引き上げることで、消費の拡大を実現し、それがさらなる賃上げにつながっていく経済の好循環を目指す必要があると考えております。このため、政府としては、賃上げ促進税制などを通じ、足元の賃上げの流れを確実なものとするとともに、省力化投資への支援などを通じ、賃上げの原資となる企業の稼ぐ力の向上を後押しし、持続的な賃上げ上昇を図ってまいります。斉藤健経済産業大臣。河合貴則議員のご質問にお答えします。定額減税による景気底上げ効果についてお尋ねがありました。我が国は長引くデフレ等を背景に他国と比べて低い経済成長が続きました。こうした中で企業は投資や賃金を抑制し、消費者は所得の伸び悩みなどから消費を減らし、デフレが継続するという悪循環であったと承知しています。他方足元30年ぶりに100兆円を超える国内投資や、昨年に続き高水準の賃上げといった潮目の変化が見られます。この潮目の変化を持続させ、企業に賃上げを来年以降も続けていただくためにも、原資となる企業の稼ぐ力を強化することが必要であります。そのため、経済産業省では GX、DX などの社会課題解決分野における企業の積極的な国内投資を支援しています。こうした国内投資支援や高水準での賃上げの状況がある中で、ご指摘の定額減税については、可処分所得の下支え効果により、単年度の消費刺激効果にとどまらず、所得の伸びが物価を上回る状況を作ることで、国民のデフレマインドを払拭し、自律的な経済成長につながる効果があると認識をしています。燃料油価格の激変緩和事業の出口戦略について、お尋ねがありました。本事業につきましては、中東情勢の緊迫化等を背景とした原油価格の高騰リスクや、さまざまな経済情勢を見極めるため、本年4月末までとしていた措置を一定期間延長することといたしました。本事業は一時的な緊急避難措置として実施しているものであり、GX や脱炭素化等を進めていく観点も踏まえますと、いつまでも続けるものではないと考えており、可能な限り国民生活や経済活動への影響を含め、状況を丁寧に見定めながら、出口を見据えた検討を進めてまいります。ご質問の本事業の出口戦略につきましては、国際情勢、経済、エネルギーをめぐる情勢などをよく見極めながら、適切に判断してまいります。同時に、原油価格高騰への対応力を強化するため、クリーンエネルギー中心の社会、経済、産業構造への転換を図ってまいります。電気・ガス料金に対する補助金を終了した理由について、お尋ねがありました。エネルギー価格の激変緩和措置は、国際情勢の緊迫化等を背景として、エネルギーの国際価格が急騰する中で、緊急対応として実施してまいりました。電気・ガス料金の激変緩和対策につきましては、
LNG や石炭の輸入価格がロシアのウクライナ侵略前と同程度に低下した状況等を踏まえ、5月末まで講じることとしたものであります。その上で、国民生活への過大な影響を回避するため、緊急対応が必要となった場合には、迅速かつ機動的に対応します。